プロゴルファーの奥山です。今回はこのうたくさについて説明したいと思います。この時期になると、このうたくさというのがよくラフに入っています。これが入ってしまうと、スピンがかからずボールが上に上がってしまって、ボールが止まりません。フェースとボールとの間に、これ木が太いので、これぐらい太いのが間に入ってしまうと、ボールが滑って上に上がってしまいます。フェースに当たらないのでスピンも減ってしまって、思い通りの、球が打てません。それを実験してみたいと思います。こちらのボールの状況を見てください。手前にブタクサが入っていますね。このような状態だと、フェースが当たった時にブタクサが入ってしまってスピンがかかりません。では、打ってみます。フェース面の、接触の部分に、草がないためにしっかりとロフト通りの球が飛んでいきます。先ほどの、ブタクサが入ってしまうと、滑ってしまって、高く上がってしまいます。実際に自分の打ち方が悪いのか、ブタクサが入って滑っているだけなのか、そこをしっかりしないと、アプローチがうまくいきません。この時期は、ブタクサの状況によって球がどうなるのかを試してみてください。